宇ど野氏は日本の氏族の一つ。着流は江戸幕府旗本になっているほか、所流には鳥取藩家老を務めた一族などがある。愛知県蒲郡市の町あり寺にある下郷宇ど野氏の供養筆と宇どの町、ありの墓本生は藤原氏藤原三ね方の子孫と称している。諸説あるが、鳥取藩氏の着座家伝によれば、木熊の別当、深志蔵の子、坊が、 新宮宇都の村に住したことから、宇都の姓を名乗ったという。その後、熊野別当家が代々諸縁を有していた、三河国宝藩軍が間合ーに移ると、宇都の長前の子、宇都のおさまさ、宇都の長ありに分立、長生の代には、今川氏に仕えた。長生の子、長持が、今川義元の妹婿となったことで待遇が向上した。桶狭間の戦いで、義元が討ち死にすると、 今川氏への侵入を続けるのは直系の上里と鵜の家のみとなり、不相家、柏家の諸家は徳川家康の参家に入ったため、一族は二敗に割れた。家康に居城、上野豪城を攻め落とされた際、長持ちの孫、市長、市児兄弟は捕獲されると、人質交換によって今川氏への帰参が叶う。その今川氏が没落した後に、家康に仕えた。後、質疑は、 不幸図松平家忠に属し、家忠に従って、伏見城に戦死した。一方、市長は1700国余りを領して子孫は旗本になったが、四代目の仕事の時子がなく、弟、玄野城への名跡継承で憲法され、倉前三百票となり、さらに玄野城も、無継ぐ断絶となって、家は与えている。一方、下郷家は早期に、徳川氏へ基準した。 福洲松平氏、竹谷松平氏等と通婚し、小井松平氏、片野原松平氏と合わせて、鎌郡周辺でネットワークを形成して、吉田城の堺中時期下に置かれた。下郷家は、宇都の潮流が、徳川市の関東違法に従い、1590年、下宇佐国相馬に違法された。長生の子で、長持ちの弟にあたる潮流は、徳川市に転属した諸家の一つ、 その長友の死後、宗家から養子に入った長忠が家督を継ぐ。長忠の子、長寿は、池田照正の形出、吉政院のおじにあたり、その縁で、慶長18年、吉政院の招きを受け、五千国で、池田忠次の貢献役として迎えられて、以降、池田氏に仕えた。なお、長寿の後を継いで、池田家に仕えたのは四子の大隅守る朝廷、別家として、 池田家臣となったのが五子、東江門長吉であり、朝廷の兄三人は、父とは別に旗本として取り立てられている。寛永九年の鳥取天皇後、着坂に列した池田家臣の宇戸の氏は、稲葉国祝い軍をはじめとする地域に所領を与えられ、浦富の調整が委任された。鳥取藩に仕えた宇戸の氏の中でも四代、長春、十一代、長初は、学問に引いており、共に、 財政分野の知識に明るく徴用されたことで知られている。天保十三年には、浦富の自分主政治が正式に認められ、硬貨三年には、過六が六千国に加増された。明治2年の反赤奉還で浦富などの所領を、返還、十二代、長道はその後も鳥取藩第三次などの職を、歴任し廃藩置県後も、しばらくの間、 残務処理や引き継ぎの事務作業を行うなどした。長髪のこの一人は、鳥取繁華郎の姓は源氏万清流和田氏に養子に入り、和田新丹と名乗った。その娘の壁川方は,は、婦人運動家として活動し、辰野繁華人の家系の三木節次郎と結婚して、三木露夫らを生んだ。後に、不死次郎とは離婚し、ジャーナリストの壁川く男と再婚。その間に、 日本の映画色彩技術の草分け的存在である映画カメラマン青井川道夫が生まれている。関西府には、柏原家の朝廷から始まる七夜を呼び、上里家の一夜が収録される。ただし両系統は、関営系図の時に長生、長友が兄弟関係にあったことを述べておらず、長友系が熊野別当、深可蔵の行員、長生系が熊野住人、常公の孫と称していた。 鳥取池田家ケ郎のうどの市の家電にのみ長書長友の兄弟関係が記載されてはいたが、関政府は、兄弟説を取らず、官営系図に祖先を従い、両系統は別系として収録されている。柏原家七家は、長児の三つ子の系統、東助長鷹の家計七百国、新三郎長治家の家千国、長治家次男、十郎左門長公の家千三百国、長直図男、 人材門長時のイエス3 0票、はじめ二百票の地下像で六百五十国となった、長政の家系、調整系の百五十票二百票の文家に矢である、六百五十国の調整系からは、儒学者の宇どの長一が出た。国事文明集にはにや収録される、宇どの十郎財門藤原氏本国三河下卯、上野、武蔵内千三百国家門丸に、三井城寺氏に、 ボタン屋敷小川町儀儀すばし通、宇戸の風藤原市本国三河下宇佐、相模内宣国家門丸に、三井市上寺市に、ボタン屋敷牛米軽小坂上越後長岡藩市に、代々150国の宇戸の市がいた、新潟市市資料編の、天保十井戸市、正月、上京元年都市より初役人流に、聖徳2年から教法4年に1月まで、 越後長岡藩の新潟町奉行を務めた、宇どの丹次郎が見えるほか、洋楽者で幕臣となり、番所長所教授や目付けとなった、宇どの丹次郎と弟で、海援隊所属の白鵬春馬を輩出している。西郡城下宇どの市居城、かばの形城、下野郷城ともいう、近世に、不幸図松平氏を経て、後代より合い、竹谷松平氏の陣屋となった。宇どの市系図実践は、 実施、点線は、用紙、太字は、着流投手。ありがとうございます。